1.4 のメインイベント、はい、IWGP B 級選手権、岡田和親対 MC コーダ、はい、この試合について、はい、プロレスファンはもちろんなんですけども、あまりこうプロレスに関わったこともない、はい、まあ、あまりこう、プロレスを見たことがないファンの方々も含めて分かりやすく伝えるとしたら、はい、そうですね、世界一の戦いを日本の団体がやっているというような大会かなと思いますね。本当に、まあ、大会の規模とかで言えば、大会の規模とかで言えばアメリカの団体とかの方が大きいことをやってると思うんですけども、リング上の戦いっていうのは世界一ですし、まあ、その、まあ、僕が IWGP ヘビー級チャンピオンで、イブシコータが G1 クライマックス、そのチャンピオン同士が戦うわけなので、うん、本当に素晴らしいものが見ることができる大会になるんじゃないかなと思いますね。まあ、世界一だというふうに、はい、こう自信を持って断言ができる、はい、そのゆえんといいますか、理由は、はいはい、どんなところに。そうですね、やっぱりもう選手のレベルもそうですし、まあ、本当試合を見てもらえたら、そのプロレスラーの凄さってのも分かると思いますし、なんでそれで勝てないの、なんでそれで負けないのって、それでもやっぱ立ってくるのがプロレスラーだと思うんで、うん、そういう意味ではやっぱり他の団体、世界中どこを見ても今の新日本プロレスに勝るものはないと思いますね。それだけやっぱ自信はありますね。それはそのプロレス大国と言われるアメリカの名だたる団体がある中、はい、そことのまあ比較という部分でも新日本プロレスの臨場の戦いが世界一。そうですね、まあもちろんアメリカのプロレスも素晴らしいですし、アメリカのプロレスが好きだという人はいますけども、やっぱりリング上の戦いの激しさ、技術っていうのはやっぱり新日本プロレスが一番だと思いますね、はい、それは岡田さんがアメリカはもちろんですし、メキシコだったりヨーロッパ、はい、まあ、様々なその海外の団体のリングを経験してきた中で、はい、やはり身をもってそう言える。そうですね、まあ、本当にまあ世界中いろんなところを回って、いろんな戦いを、いろんなプロレスを見てきたからこそ言えるっていうのもありますし、やっぱり新日本プロレスの戦いをしているだけで世界中のファンの人からのリスペクトっていうのはだいぶ違いますね。なんか本当にすごいものを見せてくれてありがとうっていうのはいつも感じますね。それは同じレスラー同士の中でも、はい、やっぱり自分たちの世界一、一番、はい、思ってらっしゃる部分だと思うんですけど、はい、ただそこをもこう超越する強い自信、そうですね、やっぱりどこの国に行っても岡田と誰々の試合すごかったねとか、毎回それは他の団体の選手にも言われたりするんで、うん、やっぱりそんだけ注目度って、世界中から新日本プロレス注目されてるっていうのもありますし、もちろんファンの皆さんだけではなくレスラーからも注目されて見てもらって、やっぱりそれは本当レスラーが一番レベルの違いっていうのは分かってるんじゃないかなと思いますね。そんな中で、はい、岡田和親の、はい、プロレスラーは、はい、どんなものですか。そうですね、まあ、本当に、まあ、新日本プロレスの、まあ、世界一って言ってますけど、その世界一の団体のチャンピオンですから、それも世界一っていうことなんじゃないかなと思いますけどね。はい、まあまたいる、まあ、プロレスラー、はい、本当に猛者たちの中でも世界のトップであると、世界一だと思ってますね僕は。やっぱり、うん、逆に本当に僕以上のことができる人はいないでしょっていうのはやっぱり自信はありますね、はい、一番のご自身でのセールスポイント、はい、ストロングポイント、はい、岡田和親たるゆえに世界一たるやっぱ強さじゃないですかね、はい、まあ、本当にもう、まあ、こうやって今もチャンピオンですし、まあ、何回もチャンピオンになったり防衛も何回もしてきましたけど、やっぱりその強さってのが、まあ、もちろん新日本プロレスの他の選手も、まあ、世界中のレスラーも強いんですけども、やっぱそういう強い選手と戦って、でもこうやって結果を残してるってのがやっぱ世界一なんじゃないかなと思いますね、はい、どうでしょうか。
新日本プロレスはもう50年近い歴史があって、はい、ストロングスタイルだって、まあ、その岩さ、いわゆる強さを追求し続けているリングだと思うんですけど、はい、歴史も振り返った中で、まあ、数々のいわゆる名レスラー、はい、最強、最高と言われたレスラーたちもいましたけど、はい、そういったところとの、まあ、比較するのがいいか悪いかと思うんですけど、はい、そういった歴史を踏まえた中で言うと、今の新日本プロレスがあるのは、まあ、その今までの選手がいろいろやってきてくれたからこそ今までの新日本プロレスがあると思うんですけども、僕がチャンピオンになってからっていうのは僕がやってきた新日本プロレスですし、まあ、実際僕今69代チャンピオンですけど、まあ、初代から始まって、初代アントニオ猪木さんから始まって、やっぱどんどん初代よりも2代目の方が強いわけじゃないですか。2代目より3代目の方が強くて、4代目、5代目、僕69代目なんで一番強いですよ単純にそれだけど歴史も積み重ねた上で、そうです、はい、一番上にいると。そうです。だからもう自然とその過去の歴代のチャンピオンよりも僕の方が強いっていう、まあ、証明できますよね、それは、まあ、その中で、今回 1.4 のメインでは、はい、はい、相手が井口浩太、はい、どんな戦いになるの。そうですね、まあ、本当に、まあ、僕はその IWGP ヘビー級チャンピオンですけども、まあ、井口さんは G1 クライマックスのチャンピオンなので、まあ、本当にチャンピオン同士の戦いですし、まあ、そしてその G1 で僕は負けてるので、まあ、借りを返さなきゃいけないっていうのもありますし、ただ単純にやっぱ楽しみですね。井口浩太とあえて東京ドームの舞台で戦うことによってどういう戦いになるのかなっていうのも分からないですし、うん、早くやっぱ1月4日戦いたいなっていうのがありますね。それはあの防衛する上で、まあ、チャンピオンにしか味わえないと思うんですけど、はい、まあ、ともすると不安だったりとか、はい、ネガティブな気持ちも少なからずあるのかなというのは思うんですけど、はい、楽しみ、ワクワク感を持つ。そうですね、まあ、現時点では楽しみですね、まあ、もっともっとこう東京ドーム大会に近づいていけばいろんな感情が出てくるのかもしれないですけども、まあ、でもこのまま楽しみさの方が楽しみの方がなんか上回ってそのまま東京ドームに行くんじゃないかなと思いますね。そうですね、ぶっ飛んでるレスラーですかね、はい、やっぱり、まあ、もちろん打撃もすごいですし、空中殺法もできて投げもできて、まあ、すごいいろんなことができる選手ですし、まあ、強くなければ G1 クライマックスも優勝できないので実力もあるんですけども、まあ、本当にまた別の一面というかぶっ飛んでる、まあ、切れてるというんですかね、まあ、本当に違う井口浩太がやっぱり出てくるんですけども、まだ僕はちょっとそこの違う井口浩太にお会いしたことはないので、うん、しっかりお会いした上でその上を行きたいなと、勝ちたいなと思いますね。まあ、今話してた井口選手の、まあ、光と影じゃないですけど、はい、こう時折見せるより切れた井口浩太、はい、まだ出会えてない。そうですね、まあ、出会ってないのに前回戦いでは負けてますし、それこそ本当に、まあ、僕もそれ以上の岡田和彦が出さなきゃいけないかなと思うので、でもやっぱ引き出した上で完勝したいなというのはありますね。 G1 はね、連戦続きの中で本当にもう最後の最後の戦いだったので、はい、戦いのコンディションもあったでしょう。今回はおそらく双方ともにベストな。そうですね、はい、お互いやっぱ100対100の状態でいくとは思うので、そこはまあ本当楽しみな戦いになりますね。やっぱり戦う上で相手の分析もされると思うんですが、はい、井口浩太気をつけなければいけないポイント、怖い部分ですか。そうですね、
恐怖心がないことなんじゃないかなと思うんですよね。なんか本当に、まあ、それもぶっ飛んでるの一つに入るのかもしれないですけど、何でもやってくるというか、普通そこでそんなこと怖くてできないでしょっていうことをやってきたりもするんで、うん、それはやっぱり気をつけなきゃいけないとこなんじゃないかなと思いますね。はい、そしてあの今回は 1.4 の戦いもさることながら、はい、1.5 で、はい、まあ、岡田さんとしては反旗をこう示していたダブルタイトルマッチと決定しましたが、はい、決定した今心境を考えますか？そうですね、まあ投票しようよって言ったのは僕なんで、ね、まあそれで投票の結果2冠戦がいいというふうになったんで、まあ、それやっぱりお客さんが望むものを戦いとしては提供するべきだと思うんで、そこはまあ決まってしまった以上はもうしょうがないかなと思いますね。まあ別に2冠になったって IWGP だけでいいよっていう考えもあるかもあると思いますし、もしかしたら2冠持ってみたらあれめっちゃいいじゃん2冠ってなるかもしれないですし、まあ、自分の中ではいろいろと、まあ、決めてはいるんですけども、まあ、ここでまだ言うことじゃないですし、まあ、とりあえず僕の中では 1.5 のことは考えずに 1.4 しっかり戦おうかなと思ってますね。はい、まあ、ただあのダブルタイトル戦になったことで、はい、IWGP ヘビー級の戦いだけじゃなくてインターコンチネンタル選手権も合わせてファンの方々としては、はい、両方こう楽しみが、はい、まあ、増えつつも、まあ、本当に4人の中で誰が初めて2つのベルトを手にするんだろう、はい、気になってしょうがないと思うんですけど、はい、岡田さんの中ではこの戦いのイメージみたいな。そうですね、まあ多分インターコンチの試合は見ないと思いますね。4日の試合のことだけを考えて、まあ、いつか決まったらそのことを考えるみたいな形で、うん、まあ、別に相手が、まあ、ナイトさんでも J でも、うん、どちらでも何回もやったことある相手ですから、なんかすごいしっかり対策しなきゃいけないとも言うのもないですし、まあ、そこは、まあ、こんなこと言ってタイトルマッチ負けたらそれこそ一番ダサいと思うんで、うん、本当に4号といい結果残せるようにやっていきたいですね。まあ、その4日5日、まあ、2日間開催するということ自体は史上初めてですけど、はい、まあ、チャンピオンとして超前にするというふうに宣言をされてますけど、はい、そこに向けての考え、まあ、チャンピオンとしてすべきこと、はい、今何か言えることは、まあ、プロレスのまあ、プロレスってのを知ってもらうっていうことですかね。まあ、僕をやることはそれしかないですし、まあ、プロレスいい試合しますって言っても、まあ、いい試合をしてますし、まあ、それを見ようと思ってくれる人がいてくれ、プロレスを見ようという人がいないとどんなに辛い思いしてもそこからまたプロレスが広がっていくことはないのかなと思うんで、うん、僕は何でもいろんな人にプロレスを知ってもらって、岡田和志が知らないよっていう人がいたら、ラッキー、これで知ってもらえることは増えたじゃんというふうに思ってますし、今はどんどん知ってもらうことをやってもらっているような感じですかね。はい、改めて、はい、1.4、はい、メインカード、はい、岡田対イブシ、はい、この戦いをファンの方々に、はい、まあ、見ていただく、はい、はい、まあ、僕もそうですし、イブスさんも本当に一度見てもらえたら、あ、プロレスラーってすごいんだなって思ってもらえるレスラーの2人だと思うんですよね。本当に地味なテクニックとかでいうわけでもないですし、派手な技も多くて、本当に初めて見てもらえても、あ、プロレスラーすごいなっていう、プロレス面白いじゃんって思ってもらえる戦いだと思うんで、それはぜひ見てもらって、僕も本当にもう 1.4 も 1.5 も超前にすると言ったので、超前にしないで防衛しましたっていうのも、それはなんか納得できないというか、
しっかり超前にした上でいい結果も出さないといけないと思ってるんで、そこはやっぱり皆さん見てもらいたいなと。超前の会場も見てもらいたいですし、プロレスの素晴らしさっていうのも見てもらいたいですね。対戦するイブス選手に対して、はい、まあ、こう最近いろんなスポーツで野球もそうですしラグビーもそうですし盛り上がってましたけど、プロレスでプロレスの凄さを見せつけましょうよというような感じですかね。これがリング上でこうかかってこいこの野郎という、はい、言葉を発してまして強いこうそういうメッセージ。そうですね、まあ、まだないですかね余裕もありますし、うん、でも本当に、まあ、現時点では余裕はあるかもしれないですけど、どんどん試合に東京ドームに近づいていくにつれて余裕もいってられなくなるんじゃないかなと思うんで、まあ、とりあえず本当にもうかかってきなさいというような感じですね。そうですね、はい、まあ、別にもうすごい憎しみ合ってるわけでもないですし、なんか本当になかなかないメインイベントだと思うんですよ。なんか田無対ケニーにしてもなんかイデオロギーがなんだとかなんかあるじゃないですか。はい、テーマとしては満員に一緒にしようぜみたいな。超前に、いや、超前には僕がするんでいいんですけどまあでもやっぱり本当にイブスさんとだからこそ、そのプロレスの凄さっていうのを見せつけることができる相手だと思うんですよね。それが他の人だったらまたちょっと違うのかもしれないですし、本当に日本のファンの人は、まあ、日本の人は誇りに思ってほしいなというような感じですね。そんなものがプロレスがその世界一のものがここにもあるんだっていう。僕はやっぱりプロレスでいろいろと、まあ、プロレスの人気が下がっていって、なんかプロレスの辛い思いもしましたし、でもこうやってプロレス盛り上がっていってやっぱり胸張ってプロレス好きだよって、僕も胸張ってプロレスラーだよって言えるような風にしたいというか、世の中にしたいというか、だからこそプロレスの初めて見た人でもプロレスすごいじゃんっていうのができる相手がやっぱりイブシコータだと思うんで、その二人の戦いをしっかり日本中、世界中に届けたいなっていうのはありますね。